ジャガー S タイプは英国の高級車メーカー、ジャガーから販売されていた E セグメントの高級乗用車。かつて1963年に発売された S タイプのリメイク版であり、XJ シリーズの買いモデルとして新たな市場を開拓するために開発された。1998年、リンカン LS のコンポーネンツをベースに開発され、フォード参加となってからの 初めてのニューモデルとして期待されていたが、アメリカナイズなステレオタイプ視点からデザインされたようなレトロすぎるエクステリア、アメリカ車そのままのメカニズムであり、そのため2002年に発売後3年という非常に短い期間にもかかわらず大掛かりなマイナーチェンジが行われ、ZFC6 弾 AT やサスペンションの改良、インテリア、エクステリアの変更、スーパーチャージャーを搭載した。 モデルなどを追加するなどの措置を取り評価を高めた。S タイプを発売する前のジャガーは、XJ サルーンとバリエーションのクーペで年間4万台ほどを販売する比較的利益率の高いメーカーであったが、アメリカでは5万ドルほどと、ジャガーとしては安価だった S タイプにより年間10万台を売るメーカーに成長した。2007年には販売を終了し、 XF に移行されることがジャガーより発表された。日本国内では以下のラインナップで販売されていた。ありがとうございます。